ますのチャンピオンベルトの順番です。
時間が吹けば、5分けば。Thank you.
さすが20分経過、20分経過。勝利され、ウェーブ認定タッグチャンピオンであることをここに認定します。令和4年11月15日プロレスリングウェーブチャンピオンシップ実行委員会株式会社ザブン代表取締役二上美希子おめでとうございます。続きましてベルトラジオです。できたけど、私まだセラに一度も勝ててないので、次があることを期待します。今日はひーちゃんがめちゃくちゃ心強かったです。ひーちゃん、次はどうするの？あと23回私たちの目標を残ってる。
たい、10年目巻いてたいって、絶対そのベルトがデュアルショックのこのベルトであってほしい。だから12月26までに23回やろうと全部防衛するぞ。誰でもかかってこいってことだよね、ようやくするとそういうことでいいかな。誰でもかかってこい。師匠、一緒に行きましょう。師匠って何？私じゃないの？何の話？そんなずうずうしいことはできませんよ、うん、お前らだいたいずうずうしすぎんねん。バカ野郎、ちょっと待ってください。ギャラパンだってずうずうしくいきますよ。え、うん、行きましょう。いや、あんたらとりあえずチャンピオンやから置いといて。シングルのトーナメントがあるんですよ。ちょっと上がっていい。シングルのトーナメントがあるんですよ、12月からやるんです、シングルのネクストっていうトーナメント。じゃあそれと並行して、普通こういうことをやらないんですけど、うちウェーブなんで、シングルとタッグのトーナメントを同時進行で行います。いいですか？なのでシングルに出る人はタッグもちろん出れません。当たり前やろ、ずうずうしいにもほとほどがあるよ。いやでも挑戦者決定戦だから、タッグやってる間私たちシングル出てていいんですか？だってミニめっちゃ血出てんで。大丈夫？シングルめ、あ、ダメです、ダメです。うちのとなしです。チャンピオンなんで、だいたいシングル巻いてて、タッグも巻くとか言ってるような人たちって、なんてね、よくないから、あんまよくない、同じ日に展開できないから、だからあんたたちはタッグでチャンピオンなんで、高見の現実。お仕事はオファーするやん。なので、タッグに出る人とシングルに出る人を後ほど私面談しますので、はい、面談します。あ、ちょちょたん、ちなみに今パートナーいてないけど、どっちにいてたり？タッグがいいの？いや、いいよ、別にタッグでも。なんやもんそれ。なんやそれ。じゃあって。じゃあって。とりあえず、後ほど、あ、ごきげさんたちは、あ、おばさんたちは、タックで行く。はい、わかりました。はい、なんか、あとで皆さん、じゃ面談しましょう。いいですか？いいですね。いいですね。はい、もう一つ、ちょっとお知らせ事がありまして、
あのめでたいことなんですけど、ウェーブってコロナの前までとある儀式があったんです。あ、本日ちょっとその儀式にふさわしい人がいらっしゃるので復活をしようかなと思いまして、ミュージックスタート。じゃあ、バタヤン、何周年？4周年、18日が自主興行。4周年自主興行、フェイスであります、川畑理子、改め、バタヤン。いや、改めません、改めません。バタヤン、4周年、デビュー4周年、おめでとう！写真撮ったよ、大丈夫。皆さん大丈夫ですか？大丈夫ですか？堀田さんに送っとくね。はい、じゃあもうギャラパンが買ったんですけど、デビュー記念日なんでバタヤンが締めていいですよ。これ私が前に進んでも大丈夫。ここで、ここで、ここで。あ
改めて7度目の防衛おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか今回の防衛戦は。今年狙いってやっぱプロミネンスずっと意識してた相手ではあったので嬉しいです。なんかタイトルマッチっていう形でプロミネンス対カラーズができて勝つことができて7度目の防衛できてありがとうゆりちゃん。イエーイ、ありがとうございます。でもうん、1戦1戦がやっぱりすごい全部全力で死に物狂いで、でも目指すところは30回、もう高い高い目標だけど、でもこうやってさきさんと2人でだったら絶対叶えれる夢だと思ってるので、2人だけで、でも2人じゃなくてアーミンと優子がいてそばにいてくれて支えてくれてるからこそ誰もが成し遂げれないようなことをカラーズとして叶えたいから、だから必ず30回防衛してみせます。タッグトーナメントを開催されるって教えて、そういうの高見さん自分たちがチャンピオンの立場でそれを見守るってすごくない？すごいですね。めっちゃすごいよね。あそこ出ないですもんね。出ないけど試合はあります。よかったでもシングルも出れないんですよね。うん、私たちだって今これを大事にしてるから。そうですね、そう、これに命をかけてどんな見せずに行きましょう。はい、誰が来ようと、なんならさ全員来てくれたら30回行く。確かにね、トーナメント待ちきれないね。待ちきれないですね。12月ですね。うん、今年にできるのか分かんないですね。ああ、そっか。トーナメント優勝の相手。なるほど。ああ、そっか。分かんない。簡単かもしれないし、分かりません。頑張ります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。